何食べてるの？うん、え、それは全国的にも有名な駅弁、うん、ど真ん中です。おお、ど真ん中知ってますか？作ってるのが実は米沢駅の目の前、こちらの新記念屋さんなんです。ここで作ってるんだ。はい、そう、東京駅でも人気ナンバーワンを誇る超有名な駅弁、牛肉ど真ん中。実はその工場は米沢駅の目の前にあるんです。甘辛く煮込んだ牛肉と地元のお米ど真ん中、山形の魅力が詰まったお弁当、こちらの工場直売所では作りたてが味わえると人気なんです。なんか香りが、うん、これは普通のど真ん中のお弁当じゃなくて、うん、カレー味なんです。だからカレーの香りがするのね、うん、うわー、美味しそう。もちろんお肉も美味しいんですけど、それにカレーの風味が合わさってすごい美味しいです、